皆さんこんにちは、ドクヘビです。ドクヘビチャンネルをお聴きいただきありがとうございます。毎回、ドクヘビの興味のあること、最近面白かったこと、びっくりしたことなどについてお話ししていきます。今回のお話は、気持ちよく目覚めるです、えー、朝はですね、地獄のようなアラームで目を覚まし、結構心臓がバクバク、そんな朝を送っていたドクヘビですあの。美しい肌は睡眠が作る、 のではなないかなという仮説に基づいて早寝をしないとなと思っていた今日この頃なんですけれどもでも最近こう毎日のようにブログとか YouTube を更新しようとかあとなんかその美容と健康のためにお風呂にちゃんと浸かろうとかってやってたらもう絶対寝るのが12時過ぎちゃって睡眠時間は6時間を切るみたいな感じの日が多いんですよね。 でなんか本当に睡眠時間が短いわと思っていた、まあ、最近というかちょっと前ぐらいからなんですけどそんな時に私 iPhone 使ってるんですけれども iPhone がですねベッドタイムを使いませんかってなんかおすすめしてきた日があったんですよね。 でちょっと私何事も何も考えずぼんやりただ勢いで生きてるんでよく覚えてないんですけどなんかその「ベッドタイム使いませんか?」って言われた頃じゃあちょっとやってみようかなと思って深く考えずになんかこう聞かれたことに答えて設定したんでしょうねそしたらもう次の日からですねなんかあれですよすごい目覚めが良くなったんですよ。それはどういういいことかとととか言いますとえっ、ー なんかね夢の中で海の写真を撮ってたんですよですごい綺麗だなと思って撮っていると美しい曲が流れてきてなんかこれすごいいい曲だなと思ってたらえもしかしてだけどもしかしてだけどもう朝みたいな。で目を開けて携帯を手に取ったらそうなんです、あのー、昨日ねそういえばその前の日にですね 目覚ましののの設定を変えたんですよねそのベッドタイムのおかげでねなんかいつもはすごいけたたましいアラーム音でなんかもうすっごいびっくりしてすっごいドッキリしてもうほんとドキドキして目が覚めてたんですけどそのベッドタイムの中にある素敵な曲をねこれがいいかなって思って選んだのが本当に良くてもうその日はですねゆっくり朝の日差しがこう差し込んでくるような。 自然に目が覚めていくようなとてもいい目覚めだったんですよ。それで毒蛇ヘビが思ったのは起きる時のの音っってて結構大事ななかもなっていうことなんでですすよ皆さんは優しいい音で起きてますかいや本当にその日はですね雨の朝だったんですけれども本当お日様がさしているような気分でゆっくり優しく起きてすごい幸せな気分だったんですよ。 でそ iPhone のベッドタイムで毒蛇が選んだ目覚ましの音はですね早起きっていうやつなんですよ。もう早起きっていうのがねけたたましく起こされるようなイメージなんですけど一応全部聞いて優しそうなのがいいなと思ったらえ早起きっていうのがたまたまねピアノでこう,こうそっと静かにだんだん気持ちよく起こしてくれる音なんですよね。こう電子音とかかが多いいいじゃないですかそういう あのアラームっぽいやつってでも本当にちょっとピアノっぽい優しいメロディーなので本当に気持ちよく起きれるんで本当におすすめですあとですねそうそうその音がねすごい優しいのであの起きるのがいい目覚めにはとってもいいんじゃないっていう今日の言いたいことなんですけどあともう一個そのベッドタイムのいいことがあって。 んとね、寝たい時間とかこれぐらい睡眠時間を取りたいよっていうのを設定するんですよどね、まあ、私だったら7時間は寝たいなと思ったら7時に起きるからもう12時には寝ないといけないわけですよそうするとね1時間前に11時ぐらいになったらあと1時間で寝る時間だよみたいなことはあの iPhone が教えてくれるんですよねで「はっ!」って思うので、まあ、ちょっと早寝にあの意識が向くかなと、まあ、そんなことをね言われてもまだ ブログを書いたり絵を描いたりね YouTube 更新したりしちゃうわけなんですけれどもでもね何も言われないのに比べるとちょっとは「は早く寝ないと」とか「まきで頑張らないと」みたいな気持ちになるのでまあそうやって一人で暮らしているとねそうやって早く寝た方がいいよって言ってくれる人がいないので iPhone がそうやって私の睡眠を気にして言ってくれるのも嬉しいなと思います。 <laughs> そんなわけでまあ良い目覚めのためには、まあ、十分な睡眠時間も大事ですから iPhone のベッドタイムを使ってですねあのそろそろ寝る時間だよって教えてもらったりあとそのねすてなあの優しい曲を選んでですね、えー、ベッドタイムの「早起き」っていう音をね私はすごい押してるんですけれども私も今それでずっと起きてるんですけどそれで朝を迎えるといつもよりも。 えー、良いいい目覚めになななるんじゃないかなと思います皆様もちょっといいなと思った方は使ってみてはいかがでしょうかはいというわけで今回のお話は気持ちよく目覚めるでした、はい、毎回このように5分から10分ぐらいで聞けるちょっとしたニュースやお役立ち情報をお届けしようと思いますのでこれからもまあき時間といいますかね家事のお供に えと寝る前のひとときにあとはまあ通勤の時とかですね何か作業中とかにでもですね何かをしながらでもいいのでちょっとお聞きいただけると嬉しいなと思います毒ッヘビチャンネルをお聞きいただきありがとうございましたではまた